というふうに思います。一国の、ね、リーダーが世界に向かって発信するメッセージというのは10年前と20年前と同じであるってことはありえないんですよ。国際社会の状況っていうのはすごく変わるわけですね。で、今私たちが直面している国際情勢というのは、福島さんがそれをお認めになるかどうか私は分かりませんけれども、本当に戦後初めてと言っていいくらいの地殻変動だというふうに思いますね。だからこの時の総理大臣というのは、おのずと今までとは違うメッセージを出さなければ総理大臣としての責任は果たせない。私はその意味において、安倍さんが打ち出した方向はですね、極めて正しい方向だというふうに思いますよ。今70年談話の話に移ってますね。違うメッセージということがですね、それはその時によって違うでしょう。しかし私は侵略戦争と、それから植民地支配、それから謝罪反省、これは入るべきだというふうに考えています。というのは、この文言を入れないということは、このことを、まあ、否定ではないけれども入れないという、入ってないということがアジアに対して、そして世界に対するメッセージだと思うんです。で、何のために70年談話を出すのか。戦後70年目に日本とそれから隣国の国々との間で平和な70年というのを祝福しなければならない。だとすれば、そこには植民地支配とそれから侵略戦争はやるべきだと。1931年9月18日、劉兆候事件が起きて、これは日本の、まあ、中国がやったと言われていたが、日本の自作自演であって、まさにそれをもとに、まあ、侵略戦争というのもより加速化していくわけですよね。ですから、その歴史の反省を、まあ、意図的にというか言わないということは、やっぱりその歴史を変えようとするのか、つまり桜井さん、ということだと思います。今、福島さんの言っていることなんですけどね、その侵略とか、お詫びとかっていう言葉を入れながらも前向きなメッセージを発信するっていうことは可能だと思うんですが、それを両立させるという選択っていうのはどうなんでしょうか。その侵略っていう言葉を使うか使わないかということで皆さんおっしゃるけれども、侵略ってとても難しいというふうに思うんですよね。今1930年代の話になりましたね。1930年代、私たち満州事変を起こしました。それからその国連、国際連盟を脱退してですね、その後まあ戦争に走っていくわけですけれども、あの時のその満州事変だってですね、これものすごく見方が違いますよね。あの時そのアメリカの北京のその公使、当時はまあ一番上ですから今でいう大使ですね、ジョン・マクマリーという人がいるんですけれども、その人がアメリカ国務省に向けて書いたあの報告書があるんですね。その時そのアメリカ国務省スティムソンという人がもうこれ握りつぶしてしまったので日の目には出なかったんですけれども、ジョン・マクマリーはですね、満州事変というのは中国が種をまいて自分で刈り取っているようなものだということを書いたんです。なぜ彼はそういうことを言ったかというと、それからさらにずっと遡ってワシントン海軍軍縮会議にまで行き着くわけですよね。ワシントン海軍軍縮会議というのは1920年、21年にそのまあ締結されるわけですね。日本の軍艦が3、アメリカとイギリスが5と5というふうに553というふうに私たち学校で学びましたね。その眼目っていうのは553が一番大事だったのではなくって、日英同盟が切られるということが大事だったわけですね。その結果生まれたのがワシントン体制と言われる国際社会の政治体制だったんですよ。それはこれ以上中国を侵略しない、中国の現状を維持するということが眼目だったんですね。で、その前提条件として中国もちゃんと今までの条約とか契約守りますよということだったのが、中国があからさまにこれを全部破ってきて日本を挑発した、そのようなことがあるから、ジョン・マクマリーは中国が満州事変以降の日本のその行動というのは侵略戦争ではないということですか。いやいや、そんなんじゃない。だから私が言うのはですね、侵略戦争と言われている戦争もたどってみたらどういう経過だったんですかというところまで言わないと、これはフェアじゃないということを言いたくって言ったんですね。ちょっとここでですね、一旦コマーシャル挟ませていただいて、引き続き歴史認識についてお二人に伺います。番組ではゲストテーマについてご意見ご質問を募集します。
BS 日テレの真相ニュースホームページの応募フォームからお寄せください。皆様からのご意見ご質問の一部は番組内でご紹介いたします。また番組制作の参考とさせていただきます。ここまで歴史認識についてお話を伺っていますが、まあ、その中で総理が出す戦後70年の談話に、侵略そしてお詫びなどのキーワードを盛り込むべきかどうかについて議論しましたが、まあ、それをたどりますと先の大戦は侵略だったのかどうかという歴史認識の話に移っているわけですが、福島さん今の櫻井さんの話にはいかがですか。はいはい、結局総理も侵略の定義は難しいとか、うん、多義的であるという旨の国会で答弁をされたことがあるので、そう言われるとみんなはじゃあ侵略戦争ということをきちっとお詫びと謝罪をするのかと、やっぱりそこで歴史修正主義者ではないかという疑念が出てくるわけです。でさっきもちょっと言いましたが、1931年9月18日柳条湖事件が起きると、つまり中国側がやったと言われていたが、実は広東軍がやった自作自演で、それをもとに侵略をしていく、満州事変でやっていくわけですね。でそれは誰が見ても向こうが攻めてなくて自作自演でこちらがやっているわけですから、若槻礼次郎内閣の時ですよね。そうすると、それは侵略戦争だと、侵略戦争以外、ありえないというか、まあ客観的に見てそれはファクトとして侵略戦争だと思います。ですから私は70年談話はやっぱり未来に向かってきちっと開かれなければならない、そのためには過去は変えられないけれども過去をきちっと直視して、そしてそれをちゃんと受け止めてやらなければならない。で日本はある意味侵略戦争ということであれば加害者の側ですから、その日本がやっぱりその侵略戦争、そして植民地支配についてしっかり言い謝罪やそれから反省を言わなければ、やっぱり日本はそれを取り消すというか言わないということに大きな意味が出てきて、それはアジアや世界に対して日本が歴史を変えようとしている、あるいは変えたという誤ったメッセージになって、うん、私はそれは、はい、ある意味日本の国益すら反するというふうに思います。確かに歴史をきちんと見なきゃいけないというのは福島さんのおっしゃる通りだというふうに思うんですね。で今アジアの国々のどこが日本にその謝罪をしなさいと言っているかというと、これやっぱり中国と朝鮮半島なんですね。これはもうお認めになると思いますよ。他の国々に私も行きましたし、いろんなメディアの報道する記事を読んでもですね、他の国々はもう謝罪はいいと、もう十分だという国の方が多いですよ。それでね、私がここでちょっと申し上げたいのは、中国にしても朝鮮半島にしてもこの歴史問題というのを歴史というものではなくって政治イシューにしてるわけですよね。例えば1998年江沢民が日本に来る前にですね、中国共産党は21世紀の中日関係の展望という分析をしましたよね。その中で未来永劫日本には歴史を突きつけていくということを決めて、現に千岐新外務大臣というのはいましたけども、うん、その人の回顧録の中にもやっぱり常に歴史問題というのはカードとして使うんだということを言ってますよね。で今のそのパククネさんこのニュースで出ましたけども、うん、今回はその歴史問題慰安婦の問題言わなかったというふうに言いますけども、韓国の国内でその歴史問題を材料にしすぎて韓国は少し不利な立場に立ってるんじゃないかというような懸念が出てきたと、すごく政治的なんですね。でもう一回その総理大臣の談話に戻りたいんですけども、村山さん自身がですね、その総理大臣談話というのはある種の政治的な文書だからとおっしゃってるわけですよ。で村山さんという方はどういった方かというとですね、日本が行った戦争はみんな侵略だとおっしゃってるわけですね。日清戦争も日露戦争も侵略だったと、もちろんだからその後の戦争も侵略だったというわけですけども、例えばこの日露戦争日清戦争などについてはですね、フランスの国際法学会の会長がですね、日本ほど国際法をよく守って戦争した国はないともう激賞してるわけですよ。これね、
あの日本のその陸奥宗光の権限録にも書いてありますけども、やっぱり私はその日本は確かに第二次世界大戦で間違ったと思いますよ。もう一回歴史を繰り返すことができるならば我々はああいう戦争はしないと思いますし、させるべきでもないと思います、その意味においては私はその反省という意味においては同じような考え方を持っているかもしれませんが、村山さんがお出しになったこの、あの談話そのものがですね、ものすごくその日本に対しての否定的な考え方、日本の戦争は全て侵略戦争だったと村山さんの回想録に書いてあるわけですよね。そのような考え方の人が出した談話をその文言通り今またその繰り返す必要があるのか、また国際情勢がものすごく変化している、さっきも申し上げましたけども、日本国は国際社会の一員として政治をしているわけで、その中で国として生き残っていかなければいけないわけですよね。でこの国際情勢の大変化の中でやはり新しい路線を出していかなきゃいけない。この大変化は何かというと、恐ろしいくらいの中国の台頭ですよ、そしてまた恐ろしいくらいのアメリカの内向き政策ですよ。戦後70年近くね、私たちはアメリカが基本的に何でも守ってくれるというような体制の中にいましたけども、今アメリカが我々は警察官じゃないんだよと言い始めてるわけですから、やっぱりそれぞれの国々が努力をしなきゃいけないでしょ。その侵略と詫びというのを文言を入れることによって、中国を封じ込めるカードになりませんか。いや中国を封じ込めるカードにはならないですよ、中国は未来英語歴史を、世界に対してそういうアピールをすることによって、中国も日本が反省してないと言えなくなりますよね、玉井さん。それで私が思っているのは、あの玉井さんと同じで、これは中国、あの朝鮮半島アジアだけでなくて世界に対するこれはメッセージであると、でそれはまた日本の中へのメッセージでもあると、つまり侵略戦争をやり、そして70年、要するに戦後が終わって、私たちはあの戦争をどう、考え、慰安婦問題も含めどう反省し、そして未来をどう切り開くかっていう、で村山談話そのものを一字一句全部このままやれという話ではないんです、このポイントである植民地支配、それから侵略戦争で満州事変は間違いなく侵略戦争なわけです。で日本で300万人以上の人が亡くなり、アジアで2000万人以上の人が亡くなった、その中でやはりその日本がそのことを言わなければ、日本の国内においてもやっぱりこれは歴史修正主義、きちっと歴史に向き合ってない、歴史に向き合わなければやっぱりその現在および将来に対してそれは信頼されないですよ。誤ったメッセージを世界に向かって発信することは、私は日本にとっても日本人にとっても良くないというふうに考えます。じゃあ私ね、ちょっと逆にね、あの玉井さんにも福島さんにもお聞きしたいんですけども、日本が誤ったとしますね、そしたらこの問題収まるんですか。今まで日本国政府はじめ天皇陛下から総理大臣、衆議院議長、参議院議長、日本の要人が私が数えただけでも少なくとも60回は謝ってきてますよね。で金大中さんが、あの大統領になった時も、それからまあその他の人々がその指導者になった時もですね、あの未来志向ということで日本が謝って、じゃあそれで事態は解決しましたかって言ったら全然解決してない、ね、例えばもう一つね、これ福島さんにもちょっと関係のあることなのでちょっとお聞きできればと思って今日来たんですけれども、あのこの慰安婦の問題についてね、あの93年ですかね、日本国政府と韓国政府の間柄でね、そのなんとか慰安婦の人たちのメンツを救う手立てを考えてほしいと、これはその強制連行、強制性があったんだということを言ってくれればね、韓国政府は二度とこの問題を持ち出しませんという暗黙の合意があったと、これはもう石原官房副長官とかいろんな方々に取材をして私書きましたけども、で日本国政府はそうかと思って、それならばということで強制性を認めたわけですよね、そしたら今度は韓国政府はそれを使って、あなた方認めたでしょと、ちゃんと保証してくださいというふうになったわけですね。ですから私は国際政治というのはもちろんそのお互いに本当に 100% 信頼できる場合いいんですけども、今までの戦後の歴史を見ると、中国政府との交渉、韓国政府との交渉、信頼できる時もあった、
確かにありました、うん、信頼できない時もあった、うん、じゃあこの中でですね、日本が誤った時に本当にこれからの保証があるのかというと、ただですね、ないですよね。私は誤ったら、それで例えばじゃあ、あのメルケルさんじゃないけれども、で起こった歴史的なことに関して、それはきちっと、それは侵略戦争であり、そして植民地支配であり、謝罪、それは反省、それは言うべきだと思います。それを言ったからといって解決するとかしないではなく、むしろそれを言わないことによって誤ったメッセージを出すというふうに思っています。はい、そして慰安問題も外交問題ではなくて、重要な女性の尊厳と基本的人権に関するあの侵害ですよ。いや、これね、はい、それはもう、はい、ここで、じゃあ、はい、その後にお尋ねいたしますかね。はい、はい、この後ですね、はい、あのコマーシャル挟みまして、憲法についてお二人にじっくり伺っていきます。先ほど途中になりましたので、桜井さんの方から、はい、続けてください。福島さんね、はい、あの福島さんは、93年の河野談話の出る前にですね、16人の慰安婦の方々の聞き取り調査の席に同席されましたよね。はい、あの時にその強制連行だったという証言はあったんですか？ちょっと今言われて、あのメモを見てるわけではないので、ただですね、あの私はこの河野官房長官談話場の中でですね、つまりその強制連行の場合もある。いや、私河野さんの談話を話すつもりは全くないんです、うん、ただ福島さんがね、現場におられましたでしょ。で、弁護士でいらしたし、あの物事をきちんと詰めてお聞きになってるだろうというふうに思いますので。私はオブザーバーでしたから。でも聞いてらしたわけですよね、はい、その時に強制連行という話をお聞きになったのかどうなのかということをあの聞かせてほしいと思って、はい、私は、16人全員分ではなくて、途中で日本に帰らざるを得なかったので、全部ではないんですね。でも強制連行ということはあったと思います。で、私は逆に桜井さんに、ね、いやいや、もう一つその連長線上でね、はい、あの金学順さんの弁護士というか、こっち側の弁護団にも入ってましたよね、はい、あの中にその強制連行ということは入ってないんですが、彼女はそれを言わなかったんですか？とですね、うん、彼女は、あの最後、連れて行かれる時に、うん、公務員か関係かだったというふうに言ったと思います、うん、で、私は桜井さんに逆にお聞きしたいんですが、桜井さんは一人でも女性たちのきちっとした取材をされたことがありますか？あるいは慰安婦問題というのは性奴隷制ではないというふうに書いてらっしゃいますけれど、彼女たちは全員嘘を言っていると思われますか？嘘を言ってるとは思いませんよ。私は10代のあるいは若い女性たちが戦場あるいは戦場の隣でたくさんの兵、うん、軍人兵隊さんの相手をせざるを得なかったことは、やはり非人道的であり、基本的人権のまあ、侵害であり、日本人としても、まあ、日本人の慰安婦の方もいらっしゃいましたけれど、日本人としても、あるいは一人の女性としても、それは本当に、申し訳ないと、うん、こういうことは過ちであって、うん、これは過去について反省し、未来についてこういうことはあのなくしていかなければならない。性奴隷制の問題もそうです、性暴力もそうです、うん、というふうに思っています。それは桜井さんはどう思ってらっしゃるんですか？同じ女性としても、また人間としても、そのような状況にあった女性たち、それに対してはものすごくやっぱり私は気の毒だと思いますよ。で、今の時代にね、そのようなことがあってはいけないと思うし、そのことについては未来を日本も、そしてお隣の国も中国もどの国もですね、同じようなことをしてはいけないと思います。個人的にはですね、本当に気の毒だと思いますよ、うん、日本人の方に対しても、朝鮮半島の方に対しても、その他の方々に対しても。そしてしかし、私はやっぱり事実を見るべきだと思うのはですね、アメリカ議会でも2007年に対日非難決議なされました。その時の公聴会のあれも全部取って読みましたし、日本でもいろんな資料を福島さんのお書きになったものも読みましたけれども、うん、そうだなと思えるケースとそうでないケースというのがすごく混じってますよね。ですから私があの感じるのはですね、
あのようなそのいわゆる慰安婦という方々がいらしたということはみんな認めて反省の材料とするけれども、日本が言われているのは日本のそのようなシステムというのは他国とは全然違った強制的なものであった、制度例であった、20万人がその連れて行かれて最終的には殺されたと。アメリカの対日非難決議の中には性的奴隷、獅子を切り落とされたとかですね、ひどいことが書いてあるわけでしょ。それからクマラスアミ報告も読みましたけども、あそこに書いてあることは日本人がするようなことじゃないですよ、まあ、ここで言うのははばかられるような本当に恐ろしいことが書いてありますよ。ですからそのようなことを読んでですね、やっぱりこれはちょっと違うんじゃないかと。日本はもちろんその慰安婦という制度についてはね、今になってみると恥ずかしいと思いますよ、うん、はい、お気の毒だと思いますけど、はいはい、これはですね、私はあの騙されて行かれた場合もあるだろう、それから官権が関与した場合もある、そして、いろんなケースはあるだろうが、その慰安婦という制度の中に入れば、うん、戦場の中で逃げられないわけですよ。ほぼ非、まあ、あの河野談話にもあるように、その強制的な状況の下での、まあ、痛ましいものであったというのはその通りで、そのことをきちっとやっぱり受け止めて、そしてそのことは間違っていた、そしてそのことは謝罪をすべきだというふうに言い、現在および将来を、それは人々に信頼されるためにはそうしなければならないというふうに思います。日本政府はね、誤っているんですよ、うん、総理大臣の謝罪の言葉、手紙をつけて、にあの200万円と300万円と合計500万円のお金を韓国の女性たちにあげようとして、60数名が受け取って、それを受け取らせないようにしたのが韓国の低身体低体級の人たちじゃないですか。限られた時間でやるのは非常に難しい問題です。誤っているんです。誤っていないってことはないし、日本人はそれに対して反省してますよ。反省してない人は一人もいないと思います。反省が足りないとおっしゃることがね、間違っているってことです。またセットさせていただいて議論していただきたいと思います。はい、この後ですね、憲法改正について伺っていきます。に関するあの侵害ですよ。いやこれね、はい、それはもう、はい、ここでじゃあ、はい、その後にお尋ねいたしますか、ね、後ほどですので、はい、この後ですね、はい、あのコマーシャル挟みまして、憲法についてお二人にじっくり伺っていきます。先ほど途中になりましたので桜井さんの方から、はい、続けてください。福島さんね、はい、あの福島さんは、93年の河野談話の出る前にですね、うん、16人の慰安婦の方々の聞き取り調査の席に同席されましたよね、はい、あの時にその強制連行だったという証言はあったんですか。ちょっと今言われてあのメモを見てるわけではないので、ただですね、あの私はこの河野官房長官談話場の中でですね、つまりその強制連行の場合もある。いや私河野さんの談話を話すつもりは全くないんです、うん、ただ福島さんがね現場におられましたでしょ。で弁護士でいらしたし、あの物事をきちんと詰めてお聞きになってるだろうというふうに思いますので。私はオブザーバーでしたから。でも聞いてらしたわけですよね、はい、その時に強制連行という話をお聞きになったのかどうなのかということをあの聞かせてほしいと思って、はい、私は、16人全員分ではなくて、途中で日本に帰らざるを得なかったので、全部ではないんですね。でも強制連行ということはあったと思います。で私は逆に桜井さんにお聞きし、ね、いやいやもう一つその連長線上でね、はい、あの金学順さんの弁護士というかこちらの弁護団にも入ってましたよね、はい、あの中にその強制連行ということは入ってないんですが、彼女はそれを言わなかったんですか。とですね、うん、彼女は、うん、あの最後、連れて行かれる時に、うん、公務員か官権かだったというふうに言ったと思います、うん、で私は桜井さんに逆にお聞きしたいんですが、うん、
桜井さんは一人でも女性たちのきちっとした取材をされたことがありますか、あるいは慰安婦問題というのは性奴隷制ではないというふうに書いてらっしゃいますけれど、うん、彼女たちは全員嘘を言っていると思われますか。嘘を言ってるとは思いませんよ。私は10代のあるいは若い女性たちが戦場あるいは戦場の隣でたくさんの兵、うん、軍人兵隊さんの相手をせざるを得なかったことはやはり非人道的であり、うん、基本的人権のまあ、侵害であり、日本人としても、まあ、日本人の慰安婦の方もいらっしゃいましたけれど日本人としてもあるいは一人の女性としてもそれは本当に、申し訳ないと、うん、こういうことは過ちであって、うん、これは過去について反省し未来についてこういうことはなくしていかなければならない。性奴隷大統領になった時もそれからまあその他の人々がその指導者になった時もですね未来志向ということで日本が誤ってじゃあそれで事態は解決しましたかと言ったら全然解決してない、ね、例えばもう一つね、はい、これ福島さんにもちょっと関係のあることなのでちょっとお聞きできればと思って今日来たんですけれどもこの慰安婦の問題についてね93年ですかね日本国政府と韓国政府の間柄でねなんとか慰安婦の人たちのメンツを救う手立てを考えてほしいとこれはその強制連行強制性があったんだということを言ってくれればね韓国政府は二度とこの問題を持ち出しませんという暗黙の合意があったとこれはもう石原官房副長官とかいろんな方々に取材をして私書きましたけどもで日本国政府はそうかと思ってそれならばということで強制性を認めたわけですよね、うん、そしたら今度は韓国政府はそれを使ってあなた方認めたでしょとちゃんと保証してくださいというふうになったわけですねですから私は国際政治というのはもちろんそのお互いに本当に 100% 信頼できる場合いいんですけども今までの戦後の歴史を見ると中国政府との交渉韓国政府との交渉信頼できる時もあった確かにありました信頼できない時もあったじゃあこの中でですね日本が誤った時に本当にこれからの保証があるのかというただですねないですよね私は誤ったらそれで例えばじゃあメルケルさんじゃないけれどもで起こった歴史的なことに関してそれはきちっとそれは侵略戦争でありそして植民地支配であり謝罪それは反省それは言うべきだと思いますそれを言ったからといって解決するとかしないではなくむしろそれを言わないことによって誤ったメッセージを出すというふうに思っています、はい、そして慰安婦問題も外交問題ではなくて重要な女性の尊厳と基本的人権に関する侵害ですよいやこれね、はい、それはもう、はい、ここでじゃあ、はい、その後にお尋ねいたします、ね、後ほどですので、はい、この後ですね、はい、コマーシャル挟みまして、憲法についてお二人にじっくり伺っていきます、うん先ほど途中になりましたので桜井さんの方から、はい、続けてください福島さんね、はい、福島さんは、93年の河野談話の出る前にですね、うん、16人の慰安婦の方々の聞き取り調査の席に同席されましたよね、はい、時にその強制連行だったという証言はあったんですかちょっと今言われてメモを見てるわけではないのでただですね、にあった女性たちそれに対してはものすごくやっぱり私は気の毒だと思いますよ今の時代にねそのようなことがあってはいけないと思うしそのことについては未来永劫日本もそしてお隣の国も中国もどの国もですね同じようなことをしてはいけないと思います個人的にはですね本当に気の毒だと思いますよ、うん、日本人の方に対しても朝鮮半島の方に対してもその他の方々に対してもそしてしかし私はやっぱり事実を見るべきだと思うのはですねアメリカ議会でも2007年に対日非難決議なされましたその時の公聴会のあれも全部取って読みましたし日本でもいろんな資料福島さんのお書きになったものも読みましたけれどもそうだなと思えるケースとそうでないケースというのがすごく混じってますよねですから私が感じるのはですね
あのようなそのいわゆる慰安婦という方々がいらしたということはみんな認めて反省の材料とするけれども、日本が言われているのは日本のそのようなシステムというのは他国とは全然違った強制的なものであった、制度例であった、20万人がその連れて行かれて最終的には殺されたと。アメリカの対日避難決議の中には性的奴隷、獅子を切り落とされたとかですね、ひどいことが書いてあるわけでしょ。それからクマラスアミ報告も読みましたけども、あそこに書いてあることは日本人がするようなことじゃないですよ、まあ、ここで言うのははばかられるような本当に恐ろしいことが書いてありますよ。ですからそのようなことを読んでですね、やっぱりこれはちょっと違うんじゃないかと。日本はもちろんその慰安婦という制度についてはね、今になってみると恥ずかしいと思いますよ、うん、はい、お気の毒だと思いますけど、はいはい、これはですね、私はあの騙されて行かれた場合もあるだろう、それから関係が関与した場合もある、そして、いろんなケースはあるだろうが、その慰安婦という制度の中に入れば、うん、戦場の中で逃げられないわけですよ。ほぼ非、まあ、あの河野談話にもあるように、その強制的な状況の下での、まあ、痛ましいものであったっていうのはその通りで、そのことをきちっとやっぱり受け止めて、そしてそのことは間違っていた、そしてそのことは謝罪をすべきだというふうに言い、現在および将来を、それは人々に信頼されるためにはそうしなければならないというふうに思います。日本政府はね、誤っているんですよ、うん、総理大臣の謝罪の言葉、手紙をつけて、にあの200万円と300万円と合計500万円のお金を韓国の女性たちにあげようとして60数名が受け取って、それを受け取らせないようにしたのが韓国の停滞停滞局の人たちじゃないですか。限られた時間であるのは非常に難しい問題です。謝っているんです。誤っていないということはないし、日本人はそれに対して反省してますよ。反省してない人は一人もいないと思います。だから反省が足りないとおっしゃることがね、間違っているってわけです。韓国の問題言わなかったったというふうに言いますけども、韓国の国内でその歴史問題を材料にしすぎて韓国が少し不利な立場に立ってるんじゃないかというような懸念が出てきたと、すごく政治的なんですね、うん、でもう一回その総理大臣の談話に戻りたいんですけども、うん、村山さん自身がですね、その総理大臣談話というのはある種の政治的な文書だからとおっしゃってるわけですよ。で村山さんという方はどういった方かというとですね、あの日本が行った戦争はみんな侵略だとおっしゃってるわけですね。日清戦争も日露戦争も侵略だったと、もちろんだからその後の戦争も侵略だったというわけですけども、例えばこの日露戦争、日清戦争などについてはですね、フランスの国際法学会の会長がですね、日本ほど国際法をよく守って戦争をした国はないと、もう激笑してるわけですよ。これね、あの日本のその陸奥宗光の献献録にも書いてありますけども、やっぱり私はその日本は確かに第二次世界大戦で間違ったと思いますよ。もう一回歴史を繰り返すことができるならば、我々はああいう戦争はしないと思いますし、うん、させるべきでもないと思います、その意味においては私はその反省という意味においては同じような考え方を持っているかもしれませんが、村山さんがお出しになったこの、なあの談話そのものがですね、ものすごくその日本に対しての否定的な考え方、日本の戦争は全て侵略戦争だったと村山さんの回想録に書いてあるわけですよね。そのような考え方の人が出した談話をその文言通り今またその繰り返す必要があるのか、また国際情勢がものすごく変化している、さっきも申し上げましたけども、日本国は国際社会の一員として政治をしているわけで、その中で国として生き残っていかなければいけないわけですよね。でこの国際情勢の大変化の中でやはり新しい路線を出していかなきゃいけない。この大変化は何かというと、恐ろしいくらいの中国の台頭ですよ、そしてまた恐ろしいくらいのアメリカの内向き政策ですよ。戦後70年近くね、私たちはアメリカが基本的に何でも守ってくれるというような体制の中にいましたけども、はい、今アメリカが我々は警察官じゃないんだよと言い始めてるわけですから、やっぱりそれぞれの国々が努力をしなきゃいけないでしょ。だからこそ、その侵略と詫びというのを文言を入れることによって、うんうん、中国を封じ込めるカードになりませんか。
70年いや中国を封じ込めるカードにはならないですよ、うん、中国は未来英語歴史を世界に対してそういうアピールをすることによって、うん、中国も日本が反省してないと言えなくなりますよね、うん、玉井さんそれで私が思っているのは、うん、玉井さんと同じでこれは中国朝鮮半島アジアだけでなくて世界に対するこれはメッセージであると、うん、でそれはまた日本の中へのメッセージで20世紀の中日関係の展望という分析をしましたよね。その中で未来英語日本には歴史を突きつけていくということを決めて、現に千紀新外務大臣というのはいましたけども、うん、その人の回顧録の中にもやっぱり常に歴史問題というのはカードとして使うんだということを言ってますよね。で今のそのパククネさんこのニュースで出ましたけども、うん、今回はその歴史問題慰安婦の問題言わなかったというふうに言いますけども、韓国の国内でその歴史問題を材料にしすぎて韓国が少し不利な立場に立ってるんじゃないかというような懸念が出てきたと、すごく政治的なんですね。でもう一回その総理大臣の談話に戻りたいんですけども、村山さん自身がですね、その総理大臣談話というのはある種の政治的な文書だからとおっしゃってるわけですよ。で村山さんという方はどういった方かというとですね、日本が行った戦争はみんな侵略だとおっしゃってるわけですね。日清戦争も日露戦争も侵略だったと、もちろんだからその後の戦争も侵略だったというわけですけども、例えばこの日露戦争日清戦争などについてはですね、フランスの国際法学会の会長がですね、日本ほど国際法をよく守って戦争した国はないと、もう激笑してるわけですよ。これね、日本のその陸奥宗光の献献録にも書いてありますけども、やっぱり私はその日本は確かに第二次世界大戦で間違ったと思いますよ。もう一回歴史を繰り返すことができるならば我々はああいう戦争はしないと思いますし、うん、させるべきでもないと思います、その意味においては私はその反省という意味においては同じような考え方を持っているかもしれませんが、村山さんがお出しになったこの談話そのものがですね、ものすごくその日本に対しての否定的な考え方、日本の戦争は全て侵略戦争だったと村山さんの回想録に書いてあるわけですよね。そのような考え方の人が出した談話をその文言通り今またその繰り返す必要があるのか、また国際情勢がものすごく変化している、さっきも申し上げましたけども、日本国は国際社会の一員として政治をしているわけで、その中で国として生き残っていかなければいけないわけですよね。でこの国際情勢の大変化の中でやはり新しい路線を出していかなきゃいけない。この大変化は何かというと、恐ろしいくらいの中国の台頭ですよ、そしてまた恐ろしいくらいのアメリカの内向き政策ですよ。戦後70年近くね、私たちはアメリカが基本的に何でも守ってくれるというような体制の中にいましたけども、はい、今アメリカが我々は警察官じゃないんだよと言い始めてるわけですから、やっぱりそれぞれの国々が努力をしなきゃいけないでしょ。侵略と詫びというのを